チームで、まあ、徐々に、まあね、去年いた選手もまあ新しい監督を迎え入れて、まあ、新しい選手もまあ新しい監督なんで、まあ、みんなすごくいい緊張感で、まあ、充実した、まあ、一日一日積み重ねられてるなっていう感触はあります。いや、まあ常にフレッシュに、まあ、どんな、ね、時間経っても常に新しい一日が始まるっていう気持ちで、まあ、フレッシュにできてるんで、まあ、毎日楽しいですけど。ホテルの部屋は誰としてる？太陽ですね。若い選手とか。そうですね、まあ、あんま年気にしないんで楽しいです。一番うるさいやつの言わせる助かってますよ、あいつ。太陽とはどんな話してます？まあ普通にサッカーの話もしますし、まあ、いろんな、まあ、あの札幌としては西田さんのサッカーに今は全然慣れてなくて、はい、かなり戸惑いというか勉強中という感じなんですけど、個人としては、まあ、僕も一緒ですけど、まあ、適応しようと、まあ、全員が今、ね、葛藤しているところですし、まあ、その中で、まあ、自分の良さも出せていけたらいいなと、はい、そうですね。後ろから、ね、やっぱりボールをつなぐ、大事につなぐというか、まあ、自分たちの時間をより増やして、そしてまあ攻撃の後も、ね、相手の陣地で、まあ、切り替えてボールを取るっていう、まあ、すごくコンパクトなサッカーが続くと思うので、そういう意味では自分の特徴がまあ出やすいと思いますし、まあ、そういうのを求められていると思うので、まあ、そういう意味では、まあ、もちろん今まで積み重ねてきたものプラス、まあ、そのね、今のその監督のやりたいサッカーというのを早く理解して、まあ、本当に、ね、まあ、自分としてはすごく楽しいなと、まあ、全員そういう気持ちで、ね、望んできた場所だと思うので、まあ、いろんなオファーがあった中で残った選手もいれば、いろんなオファーがあった中でここに来た選手もそういう意味ではみんな、望んだ場所で、まあ、望んだ結果を出せるように、まあ、すごくいい積み重ねができているのかなと思います。まあ、そうですね、攻撃も始まってますし、まあ、それはね、ミシャさん以外でもそうですけど、まあ、特にそれを求められるポジションだと思うので、まあ、そういう意味では、まあ、もちろんキーパーっていうのはまあゼロに抑えることが一番ですけど、まあ、それプラスアルファチームのその仕事っていうのはまあ多いと思うので、まあ、そういうことがどんどんできればキーパーとしての幅も広がりますし、まあ、チームとしての、ね、スキルも絶対上がると思う。はい、楽しいです。どうも。